い、皆さんこんにちは、森泉です。皆さん、ついに500人チャンネル登録超えました。うわー、はい、やったー、万歳。もうね、いや嬉しいですよ500人行こう行こうって言ってね、森泉チャンネル盛り上げていただいたり、本当に一人一人ね、毎回ね、100人ずつの記念動画見ておめでとうっていっぱい言ってくれるので、この動画自体も出したいなって僕自身も思いますよ、本当に。うん、皆さん本当にありがとうございます。で、僕ね、最近思うのはコメントね、いただく方がすごい増えたな。チャンネル登録300人ぐらい超えてからコメントしていただけるご視聴者さんが多くなったので、今までもそうなんですが、視聴者さんを覚えていこうかなと。ちょっとね、距離を縮めたいっていう、僕自身もね、覚えていきたいなと。僕もこう動画を出してる身として、こう皆さんに覚えていただいている状態なので、次はね、僕がね、皆さん覚えていく番なのかなと。今までの方もコメントいただいてる名前とは覚えてるんですが、その方自体の特徴等はやはりね、見られないので、できればね、教えていただきたいなということです。ですので、本日の動画内容はパーン、森泉に自己紹介動画を作ってください。まあね、ちょっとよくわかんないと思いますが、皆さんね、下のコメント欄にコメントお願いします。そこでもね、またやりますよ、いいねのは。皆さんね、いろんな自己紹介を見て、もちろんいいね押してください。まあ僕もね、高評価押していただけると強みになりますので、お願いいたします。はい、今回書いていただきたい内容が4点ございます。まず1点目ですが、おそらくね、皆さんバドミントン部なのかなと思うんですけども、それ以外の方もいらっしゃる可能性もあるので、好きなスポーツでいきましょう。1番目は2番目はみんな右利きですか左利きですか教えてください。3番目は石に書いたスポーツね、どのくらい好きか書いてください。4番目は最後に何でもいいので一言お願いします。それはね、もうもちろんね、自己紹介になります。ご記入をお願いいたします。意気込みだったり、まあ、今後ねどうしていきたいか、まあ、目標でも何でもいいので、ぜひぜひお願いいたします。じゃあ僕から簡単に自己紹介させていただきます。僕はね、1番目はもちろんね、バドミントン大好きです。もうバドミントンね、とても好きです。でバドミントン部に所属してました。でそれとあとね、ソフトテニス僕やってました。で、ね、社会人になってもちょくちょくねやってたりしました。実は最近やってないですけどね。で2番目は僕はね、右利きです。3番目はどれくらい好きか、うん、もうね、僕はね、どっかで言ったと思うんですけども、バドミントンはイコール人生だと思うぐらい大好きです。本当にね、何度も何度もバドミントン離れたこともありますよ。ただね、最終的に戻ってくるのはどの競技、まあ、いろんなスポーツありますが、バドミントンに戻ってきちゃうんですよ。それはね、うん、まあ、今回の新型コロナウイルスの影響もあるんですが、改めてバドミントン好きだなって、競技者として趣味として大好きだなって、いろんな自分がいると思うので、本当にね、言葉にできないほど楽しいですよ。バドミントン大好きです。本当に大好きですね。はい長くなっちゃいそう、これだとで最後に4番目ですが、一言、いや僕の目標、まあね、それでもう何度も言ってますけど、本当にね、チャンネル登録2000人はもちろんのこと、もう10万はどうなんだろう。いや、行きたいですね。できればビッグな YouTuber になりたいんで、めちゃくちゃ稼ぎまくって、僕はね、体育頑張ってたんですいや、うん、毎体育館が欲しいですね。ちょっとした最近の夢なのかな。あとはね、切実にガッと張り切りが欲しかったり、なんだろう、いっぱい欲しいもんいっぱいあるな。もうね、僕はね、欲のみですよ。ここにもう欲しかない、欲、ここのね、これ空気中に欲しかない。ビッグな YouTuber にマジでなりたいなね、なりたいですよ、うん、なので皆さんで直してください、お願いしますまあこんな感じで、まあ、簡単にね、簡単でいいですよ、本当に一言二言お願いします。これも、まあ、反響がかなり良ければ第2弾第3弾と、まあ、僕自身もこう自己 PR したいんですが、皆さんの方も、まあ、教えていただけると、交流会で会った時ももちろんのことね、なんかこう親しみやすいっていうか、距離が縮まれるので、僕としてはね、そういう企画も続けてもいいのかなって僕は思いますね。うん、皆さんもね、気軽にコメント欄にお願いします。コメントください、お願いします、お願いします。
皆さんお願いします。OK ということでね、今日簡単なお話になりますが、結構僕の中だと重要なお話になると思うので、そういった動画も一つ一本一本ね、一本一本大事にしていきたいなと思いますので、よかったらね、皆さんも一緒に盛り上げていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。今後の森泉ご期待ください。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。おしまーい。